どうもサムシネマのサムカーです。今回はですね、いつもみたいに一本の映画をひたすら語るわけではなくて、ちょっとこうラジオっぽくですね、今年僕が2023年に見た映画全部をこうダラダラと喋る、ちょっとこう作業用 BGM みたいに聞いていただけるといいかなっていう感じの動画をお送りしたいと思います。でまあちょっと今年見た映画といってまだ今年終わっていないので、ちょっと月ごとにね、動画を作っていこうと思っているんですけども、今回は1月と2月に僕が映画館で見た映画についてお話しします。タイトルはですね、非常宣言、鏡の古城、イニシェリン島の精霊、エンドロールの続き、少女は卒業しない、ヒトラーのための虐殺会議、バビロン、アントマン&ワスプ、クアントマニア、エンパイア・オブライトというですね、まあ以上9本の話を今回はしたいと思います。ではまず1本目、非常宣言です。こちらは韓国映画ですね。韓国産の、フライトパニックもの映画です。で、今年の1月6日に公開ということで、韓国ではこれ2020年に制作なんで、結構前にもうすでに上映されていたんですかね。で、あれですよ。パラサイト。もう全然、今回あんまり準備とかしてないでだらだら喋るのでご了承いただきたいですけど。あれですね。ソンガンホか。ソンガンホ。パラサイトのソンガンホとか、あとイビョンホンとかが出てたり、僕、そうそうたるメンツが、出演している映画なんですけど、もうこれめちゃくちゃ面白くて、本当に。今年一発目の映画でしたけど、全然、今年のベスト10に入れたいなと思うぐらい、とにかく面白くって、まあその飛行機テロものということで、あの飛行機内のテロですね、ウイルステロを起こす犯人が出てくるので、まあ、その犯人をめぐる話が前半で、後半はまあそのウイルスが機内に蔓延しちゃって、でその飛行機をどこの国が受け入れるのか、どこも受け入れてくれないから、じゃあちょっと韓国に戻らなきゃいけない、燃料は持つのかとか、そういったちょっとコロナ禍以降ね、我々がすごくこうリアルに感じ取れる、そういうパンデミック的な要素っていうものが入ってくる、ちょっとサバイバル要素かな。だから前半は犯人とのその、どうやって捕まえるかとか、テロ起こす起こさないやばいみたいな、そういうのがあって、後半は、もうテロが起きちゃった後、もう犯人とかそういうの関係にもどうしよう、もう生存をかけた、サバイバルものになっていくっていう感じの、まあ、大きくこう2つの色がある映画かなというふうに思っていて、で、まあ、上空ではそういうことがメインで主軸で語られているんですけど、一方その頃地上の方ではですね、まあ、刑事が、その、どうやらあの飛行機に乗ったこいつは、やばい、テロリストらしいっていうのが分かっていく捜査であるとか、あとはその、まあ、ワクチンどうするんだとか、その飛行機の受け入れどうするんだとか、まあ、そういったことが、こう、同時に進行していくので、カーチェイスなんかもあったりとかするので、本当にこう、いろんな多種多様なエンタメ要素っていうのがギュッてこう、詰め込まれていて、本当に最後の最後まで緊張が途切れないというか、うん、なんかむちゃくちゃもう終始超面白いっていう感じでしたね。なんかやっぱこういうところで、こう、韓国映画の作品のクオリティとかパワーみたいなもの、めちゃくちゃ感じました。で、まあそういう、こう、作品の、なんていうんですかね、正月映画としてのド派手さ、景気の良さっていうのも満載だし、やっぱり先ほど言ったようにコロナ禍以降、パンデミック以降の我々が見ると、やっぱその、なんだろうな、こう、感染者がいっぱい乗った飛行機をいろんな国が受け入れない、まあ日本も受け入れないとかっていうことが、こう出てくる。まあ、映画なんですね。で、その、まあ、特に日本の対応とかこの映画の中だとちょっとそこまでやるみたいなこともあったりとかするので、まあ、ある程度フィクションではあるとは思うんですけど、でもその例えば日本だったら、2020年のあれは3月から4月にかけて、その日本で緊急事態宣言が初めて発令される前後あたりに、あのダイヤモンドプリンセス号があったじゃないですか。あのクルーズ船ですね。あれに感染者が現れて、あの港にずっと着いたまま全然人が降りられなくてっていうことがあったと思うんです。ああいうことが本当にあって、それを結構あのリアルタイムに我々は見てきたわけですよね。そういうのを考えると、確かにその飛行機をじゃあ、あの国に入れてそこから乗客を降ろすということがどれぐらいの、判断なのかっていうものがかなりこう生々しくその想像できると思うんです。だからその今回の映画、その今回の映画っていうかね、もうあれか1月の映画ですけど、この非常宣言のその飛行機をどう着陸させるかっていうところをめぐる話はかなりこうヒリヒリするというか、うん、もちろんフィクションで
エンタメ的にも持ってる部分はあるにせよ、でもそこに流れるこう我々の恐怖心とか危機感みたいなものはリアルで生々しいものだったかなというふうに思います。で、やっぱりその中で人間がこうどういう選択を取るかっていうところ、なんかこういろんな愛みたいなものに人間のこう魂みたいなものがすごく詰まってて、なんかすごく涙しましたね、この映画は。なのでこうなんだろうな、あとその雲の中に入っていく飛行機、なんかもう要するにこう暗雲の中に入っていく飛行機とか、あとはこう窓から差し込む光の不気味な演出とか、夜に真っ暗なところにスマホの画面がポツ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 って光ってるっていう、あのちょっと悲しい演出だとか、そういうこうちょっとビジュアル的にもちょっと絵画チックっていうか、こう象徴的な絵作りみたいなのも多かったりとかして、もうそういったところもあのめちゃくちゃよくできている映画だなっていうのは本当に思いましたね。なのでこちら非常宣言、まだご覧になってない方ぜひですね、あの今 Unext かなで、あの有料レンタルとかかもしれないんですけど、一応見られる形にはなっているので、ぜひよろしければ、あのね、あとはこの後 Netflix とかにも来たらぜひ見てほしいなというところでございます。こういう韓国の超大作、まあ映画っていうところで言うと、もうすでに本国では公開している、なんて名前でしたっけ、コンクリートユートピアっていうタイトルだったかなっていう映画があるんですよ。これもね、すごい豪華キャスト陣ですよ。ね名前がパッと出てこない、イテオンクラスの彼とかあとあれですよ、今私たちの学校はのね、人気歌謡の今司会やってますよ、パクジフか、パクジフさんとかが出てたりとかね、もうそうそうたるメンツの、あれはディザスターものというか、ディザスター後の人間模様という感じですかね、災害ものみたいな感じの映画、これはもうめちゃくちゃ楽しみ、日本はね来年1月なんで今から楽しみなんですけど、まあそんなのもあったりとかして、もう韓国映画のね、あのもちろん小さい作品も素晴らしいのたくさんあるし、超大作も素晴らしい、もう本当にあの韓国映画すげえなと日々思うばかりでございますというのが、まあ非常宣言でございました。まあこんぐらいのねライトな感じの感想をどんどん語っていこうかなと思っています。続いては鏡の古城です。鏡の古城はですね、すでに、2022年の年末に公開していて、僕もその年末、確か映画納めかなとして見たんです。あ、違う、映画納めはスラムダンク2回目か。その前に見たんだ。鏡の古城見てたんですけど、まあ、もちゃくちゃ面白くて大好きな作品だったので、今年になってもう一回見たという感じです。学校、中学校に行けなくなっちゃった不登校になっている子供たちが鏡の中の、古城に集まるといったちょっとこうファンタジックなアニメーションなんですけど、まあ設定こそファンタジックであれと、そこにこう描かれている皆さんのこう孤独とか苦痛みたいなものがもうありありと見えてくるリアルに、だから何でしょうね、あの僕はむしろ中学高校の時とかって皆勤賞とかを取るぐらいの感じの人だったんですよね。あの割と学校行ける側の人間だったんですけど、でももちろんその同じクラスにも不登校の子とかはいたし、で当時はなんで学校に来られなかったんだろうあの子たちがっていうことに対して想像力を働かせることができていなかったんですよね。なんならこの鏡の古城を見るまでそういうところに何かこう脳を働かせるっていうことは全くしてこなかったんです、僕は。だからこの映画見た時に、僕のそのこれまでの人生の中にいた、この劇中の登場人物たちと同じようにこう苦痛にきちっと必死に耐えてたんだろうなっていう人たちのことをちょっとこう思い出したというか、ああそうか、僕が普通に映画、僕は普通に学校とかに行けてたけど、そうできなかった人たちはこういう気持ちだったのかなっていうのを、なんか思い出してすごい心がギュッとなる映画でしたね。でそのまたキャラクターの描き方すごくこう繊細なんですよね。あの主人公の心ちゃんとかもこう言いたいこととか聞きたいこと、人にね言いたいこと聞きたいこといっぱいあるんだけど素直に言えないっていうこともまあすごくその気持ちは痛いほどわかるし、なんかそういうこう現実に
言い得るその人たち、子供たち、特に中学生高校生の子たちに対して、まあ何だろう、こう無理に当たり前の生活をしなくてもいい。その当たり前というのは学校に普通に行ってとか、友達と遊んでとかっていう、まあ、いわゆる当たり前と言われている生活を、まあ、無理にしなくてもいいし、挑戦しようとするならしてもいい。でそれがこう、なんだ、もし挑戦してダメでもいつでも帰ってくるところっていうのもあるよっていうのを、大人側がそれを作ってくれているという、そのなんかこの世界のどこかにちゃんとそのセーフティーネットはあるし、仲間はいるし、常に一人じゃないよっていうことを、そのなんだろう、こう必死にこう、もう作り手たちが本当に真摯にそういう孤独を抱えている人たちに向けて届けようって思って作った作品なんだなっていうのが本当に伝わる、本当に真摯に作ってる映画だなというのが分かりましたね、これ見ててね。だから本当にこれを実際に中学生の子供たちが見たら、きっと救われる子たちも多いんじゃないかなとかっていうふうにも思ったりして、だから本当にラストからエンドロールにかけてはもう本当に涙が止まらなかったですね。で同時にアニメーション表現、特にこの、まあ、一応ファンタジックな作品ですけど、割と地味めなトーンの映画でもあるということで、例えばじゃあその新海誠のスズメの戸締まりとか、それこそね、竜とそばかすの姫の細田守監督の作品だとかっていう、そういう派手さ的なアニメーション表現の凄さっていうところとは違うんですけど、でも例えばフードコートでお話ししてる時の背景の人たちが、例えばこうループで動いてるとか、そんなことなくて常にランダムな動きをしていたりとか、全員がね、背景の全員が本当に描き込みが細かかったりで、そういう細かいその丁寧なアニメーションっていうものが作品全体のこう実在感とかリアリティみたいなものにつながっていたりとかね、まあ、そういうリアリティなアニメーション表現ってのはもちろんそうですけど、例えばあの外でいじめっ子たちがガラスをどんどん叩いてるあの恐怖表現とかも、もちろんあれはアニメーションならではの表現だけど、でも実際当事者にとってはああ見えているっていう恐怖心の具現化みたいなものがすごくこうよくできていたりとかしてて、まあなんか本当にこれはよくできた映画だなというふうに思って、大好きな作品です、鏡の古城。はい、こちらもなんかね、まだいろんなミニシアターとかでも上映が続いてたりとかしてて、あの本当にこういう作品が多くの方にね見られているというのは本当にあの嬉しいことでもあるし、大切にしたい作品だなというふうに思っております。はい、続いてイニシェリン島の精霊です。これはですね、あのスリービルボードとかのね、マーティン・マクドナー監督作品で、コリン・ファレルなんかが出て、コリン・ファレルとブレンダン・グリーンソンが出てる、作品でございますよ。まあその作品の発端というかは、あの男2人がなんか急に喧嘩してたみたいな感じの話で、喧嘩っていうか、まあ片方が男、ずっと仲良くて毎日、ね、アイリッシュパブでギネスビール飲んでみたいな生活してたんだけど、片方が急に無視し始めちゃって、飲んで、俺なんか悪いことしたみたいな、まあ、そういうところから始まる話なんですよね。で、僕この映画見てて、なんかね、すごくこう、東京03のコントでありそうな題材だなと思ったんですよ。まあ、ちょっとこう普遍的でしょうもなくて情けないんだけど愛おしいみたいな、そのなんか大人の男のなんかそういう情けない部分が描かれている。で話自体もなんかずっと無視されてるけどなんでって言って勇気を出して聞いてみたら、それが理由なんでみたいになってく感じとかって、あの皆さんちょっと一回こう東京03のコントにあるぞっていうフィルターで見ていただくと、すごく多分腑に落ちるんじゃないかなと思うんですけど、でもそういうまあこうちょっとおかしみの含む展開みたいなものって結構中盤までというかね、なんなら僕はあのその主人公のその2人がですね、一緒に中盤ぐらいね、一緒に馬車に乗って、で片方が泣き出しちゃったりとかしてみたいな、なんかこうちょっと完全に仲直りというわけではないけど、でも完全に友情も消えたわけでもないというのが分かる中盤のシーンみたいな、僕はあ、ここでなんか何の不満もなくほっこり終わる映画だなぐらいに終わって、まあもうこの映画終わるんだろうなと思ってたら、全然それ真ん中ぐらいで、そうは簡単に許してくれないんだなこの映画っていうか、もうそのいざこざがなんかもう
最初は本当にザコザっていう程度のことだったのが、終盤に行くにつれてどんどん闇を深めていくんですよね。なんとも言えない気持ちになるというか。でその思い返してみれば、例えばそのマクドナー監督の3ビルボードも僕映画館で見てるときに、ああなるほど、ここでそろそろ終わりかっていう展開が来るとまだ終わらないっていうのが何回かあったんですよ。なんかその気持ちいい終わりにはさせんぞっていう感じで、どん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 こう思いもしないところに連れて行かれて、想像もしなかったところにこう連れて行かれて、最終的にはその非常に豊かな味わいを残してくれる終わりっていうんですかね。なんかいいとか悪いとかじゃなくて、あでもこうやって生きていくしかないよなみたいなところに連れて行ってくれる。まあ3ビルボード見た時にそうだったんですね。でそれは本作も同様で、例えばここで終わればほっこり綺麗に丸く収まるみたいな部分が何回か出てくるんですよ。何回か出てくるんですけど、そういうのが何回も出てきて、なかなか終わらない、なかなか終わらない、そのうちに決定的に取り返しがつかないところまで連れて行かれてしまうっていう、なんかね、そこがなんかあの閉鎖的な島の不器用な人々がこう生きていくこと、そのことのなんか奥行きみたいなものを感じさせてくれるといいますか、ね、僕今全然具体的なこと言ってないですよねそんな感じの映画でしたね。はい。で、まあ、先ほどね東京03のコントにありそうみたいな話もしましたけど、そういう言うなれば小さな話とも取れるこういう題材を、あの撮影がまあ美しいこと、美しいこと、本当に劇場映えする撮影と、まあ、俳優陣も言わずもがな、もう演技うますぎな人たちばかりですから、映画としての質みたいなものはまあもう極上ですよ。はい。でそういう中にちょっといびつさがある、ちょっと不思議な演出が入ったりとかっていうのもあっての、こういう男がなんか急に喧嘩し始めたところが発端の映画っていうのは、なんかねすごくこう不思議な映画体験でした。もうとっても大好きな映画ですね。僕これどんな作品、どんな内容かもう何も分からず見に行ったんで、あこんな作品があったんだなんていうふうに思いましたね。あ僕一切具体的なこと言ってないですねいやむちゃくちゃ面白かったです。これも今多分ディズニープラスで見られるんじゃないですかね。はい、ぜひあの気になった方は見てみてください。あのギネスビール飲みたくなりましたね。はい、続いてがですね、エンドロールの続きという、まあ、インド映画でございます。今年の1月20日に公開されて、僕は2月に入ってから見たのかな、結構経ってから見たんですけど、まあ、インドの田舎町に住んでいる子供が、初めて映画館で映画を見て、初めてじゃなかったのかな、まあ、物心ついてちゃんと映画館で映画を見たら、もう途端に映画の虜になっちゃって、で映画を作る人になりたいっていう夢をこう抱くっていう、まあ、そんな感じの映画なんですよね。で、まあ、近年その映画を作る映画とか映画愛を歌う映画みたいなものってすごく数が多いんですよ。だから、毎度毎度僕はこう見ながら、あ、いい映画だな、なんて思って、感動はしつつも、まあ、例えばこのエンドロールの続き今度やりますってなった時に、まあ、いい映画なんだろうけど、まあまあまあね。よくあるわ、最近こういう映画で。なんかちょっと、パラダイス、あ、やべ。タイトルが今思い出せなくなっちゃった。あれ、なんだっけ？今完全にど忘れしました。ね、映画館映画といえば、あれあれ完全にも記憶が、ね、エンニオ・モリコーネが音楽やってる、ちょっと待って、どっかに、ちょっと何の準備もしないとこうなるんですね。ああ、ニューシネマパラダイスです。はい、ニューシネマパラダイス、ニューシネマパラダイス的な作品なのかな、みたいな。まあ僕、ニューシネマパラダイスそこまで好きではないんですけど、まあ、いい映画だと思いますけどね、もちろん。はい、まあ、なんかそんな感じで見に行ったら、見に行ったんです。そんなちょっと軽く舐めた感じで。そしたらもう僕タイトル出るまでのオープニングですでに涙腺がバカバカってボロ泣きしてたんですね。いやーと思って、もうまあ、開始早々、この主人公のサマイ君って子が、両親と一緒に映画館に行くんですけど、もうその時の彼の振る舞いを見た時に、僕が小さい頃映画館連れてってもらった時のことをすごく思い出したんですね。僕も例えば映画館内の、映画始まる前ですよ、映画館内の壁とか常夜灯っていうのを見回して、ああこれが映画館かってキョロキョロしてた記憶は全然あるし、
なんかね、そういう、あ、それこそあれだ、映写機から光がこうパーッとでスクリーンに投影されるじゃないですか。だから僕エンドロールとかになると、その後ろの映写機の方をパッと振り返って、でその光がキラキラしてそこにホコリが飛んでるのが見えたりとかさ、あの光が あそこから投影してんだって呆然と後ろを、見てたこともありましたよ。なんかね、ちょっと僭越ながらというか、この映画のサマイ君が映画館で撮る行動っていうものに、いちいち僕の子供の頃のいろんな記憶っていうものをこうガッと引き出された感じがして、もうそこでもうあーって、もうそこでちょっと涙腺が弱くなったんですけど、ただその後色のついた瓶を通して、あの緑色の瓶を通して電車からの景色を見るみたいな、であのシーンがね妙に長いんですよ、あの映画。なんかショットがちょっと映画のリズム的にもおかしいかなぐらいちょっと長かったりするんですけど、でもそれこそ子供の好奇心っていうものを映像化するとああなるよなみたいな感じだったりとか、そういうところがね、なんかもう開始数分でその辺がもうドドドドってきちゃって、で最初その列車が走ってるシーンが白黒で始まって色がつくみたいな演出がありますけど、この映画もちろんその映画の始まりとされているリュメール兄弟のラシオタ駅への列車の到着のオマージュなわけですよね。でその何でしょう、まあ、要するにこう映画史的なもの、映画の、成り立ち進化みたいなものを示唆する演出っていうのはこの映画すごく多くって、それの織り込み方がまたうまいんですよね。それこそ列車、主人公たちが乗ってる列車が白黒で一瞬映ったことによって、まあ、この映画の中でに限らないか、まあ、そもそも映画に出てくる列車って結構意味深というか、ね、映画に列車出てくるとやっぱりこうどうしても映画史のいろんなことを考えてしまうわけですけど、まあ特に今回その列車が出てきた瞬間に白黒にしていることによって、よりその映画史に関わる物語ですよ感はちょっと強まるわけですよね。でその後、まあ、主人公のサマイ君がね、あの自分の夢を叶えるにはどうしたらいいんだろうって学校の先生に相談するわけですよ。じゃあその先生が、夢を叶えたいんだったら2つやることがあるぞと。で1つは英語を学ぶことだと。まあインドですから、その言語がたくさんあったりとかしてね、英語を話せないとお仕事できないってこともあると。その外の世界でお仕事をするにはね、英語をまず学べと。でもう1つはこの街を出るんだって、それが重要なんだっていうわけですよ。まあこの主人公サマイ君が住んでるところはすごく田舎の町ですから、あの都会に行くにもかなり長い距離を移動しなければならないような、そんなところに住んでるから、この町を出ることがまず必須条件だっていうふうに言われるんですね。そこで主人公が、ああそっか、自分の夢を叶えるにはこの町を出なきゃいけないのかと、家の前を通る列車をちょっと夢を馳せるように眺めるんですね。でここはすごくなんかトリプルミーニングじゃ収まらないぐらいの、なんかいろんな示唆が込められているというかね。まずその主人公の夢を叶えるためには、その自分を運んでくれる列車っていうものに思いを馳せる。まあこれは当然ですね。あ、列車がこう通っていくのを見て、ああこの街から出なきゃいけないのかと眺めると。でその列車っていうのは映画の始まりを告げる乗り物でもあるわけですよね。ということで、サマイ君の夢っていうのは映画なわけですから、そのこう、夢を乗せるというものの、なんかこの列車性というんですかね、何個、これは示唆に富んでいるんだという感じでね、もうこのスマートかつ感動的な描き方がもう見事だという感じに思いましたけど、で、またその、映画を映すのに必要不可欠なものって、まあ光なわけじゃないですか。先ほど言ったように映写機から漏れ出る光っていうかな。で、そこにこう魅了されて、サマイ君は映画に惚れてしまったわけですけど、それこそその自分たちでね、映画をこう、作ろうとするわけですよ。こう、フィルムとかを、映写技師さんからもらったフィルムを、じゃあどうやったら映画っぽくできるんだろうっつって、映写機的なものを自作で作って、でそのためには光をここから、映写機から発射しなきゃいけない、じゃあどうやったら、光っていうものを取り込めるだろうっていうことで、自らですね、お友達と一緒に自ら光を捕まえて、映画を手にしようとするっていう、まあ、そういうくだりがある。まあ、そこがもう最高で、まあ、100年以上前にですね、映像というものを手にした人類、人々がこうどうやってこの映像っていうもので、これをどう楽しんでやろうか、どういうことができるだろうかってこう試行錯誤して、映画っていうものをどんどん進化していったわけですよね。
まあそれがあては今は例えば TikTok とか YouTube とかにもなって、もう YouTube や TikTok の技術の進歩はそのまま映画史の進歩となぞられているような気がして、またそれも興味深いところだったりもするんですけど、まあちょっと一旦それを置いといて、まあそれこそサマイ君たちがその自分たちの知恵と工夫で、作り上げるその映画っていうものをそのもうそのまま映画史を辿っていたりとかするんですね。まあそこがまた愛おしかったり、よくできているなという感じだったりするんですけど、まあそれら映画を司る光っていうものを学校で教えてる先生が主人公たちには優しいっていう、まあそこも素敵じゃないですか。でまたねこの映画のまあもちろん映画作りっていうところもそうなんですけど、もうねなんつってもお母さんが作る料理、インド料理がまた本作の魅力の一つなんです。もう登場する食べ物がどれも全部素敵で美味しそう。マジチャパティ食べたい。なんでしょうね、あの美味しそうな料理。でね、またその料理がつなぐ友情っていうのもあって、またそれもグッとくるし、はたまた例えば口下手だから手を挙げることしかできない不器用な父親っていうのも出てくるわけですよね。その父親もね、すごく不運なバックグラウンドがあったりとかもするし、だからこそ息子への心境の変化っていうのも、まあ、感動するし、先ほど言ったあのお料理をずっと作っているサマイ君のお母さん、もう基本的にずっと黙ってサマイ君を見守っていたんですけど、もういざ、ね、クライマックスのいざって時には、はって急いで、お弁当をくるむってあの姿も今思い出してもちょっと泣いてしまいそうな、そんな姿もあったりとかしてっていうね、ちょっとね上げてったらキリがない、いろんな好きなところあるんですよ。あの映画っていうものは形を変えてしまうというか、その映画っていうものが、まあ、一種破壊されてしまうシーンっていうものがあって、そこも、ね、2001年うちの旅風な演出だったりとかしても結構あの大々的に描かれるんですけど、時代が変化して映画ってものが姿を変えていく、だからそれまであったものが破壊されて新しいものができていくっていう、まあ、物事の進化っていうものがと、まあ、映画ってつきものだと思うんですけど、それこそ先ほど言った TikTok とかもそうだと思うんですけど、映像って常に変化をしていくじゃないですか。トレンドだったり技術だったり、でこの後お話しするバビロンとかにも通じるところですけど、でそうやってやっていくけども、映画って形を変えても残るものなんだよなというのがこのエンドロールの続きでは示唆されるんですよね。だからなんかこう映画って変化もするけど全てが歴史として残っていくもので、だから例えばその僕が自分より生まれる前の映画見て感動するみたいな、それこそスターウォーズなんかそうなんですけど、まあそんな感じで、で僕もそのスターウォーズを見たことで映画を好きになって、まあ今こうやってね YouTube でお話もするし、なんなら映像の僕お仕事してるんですけど普段。それはもう全部全てスターウォーズが発端といえばね、そうだし、そんな感じで映画っていうものは、例えばその映写機とか、それ映し出す道具とかが、なんか破壊されたりなくなったとしても、その映画という概念というかね、なんかそういったものは形を変えて人々の生活に彩りを持たせるものなんだっていう、この映画の着地みたいなものもやっぱり感動するしね。やっぱりあとあれですね、あのもっと普通にあの子供たちが、ま、もうちょっと映画泥棒をするんですけどまあそこでね子供たちがチャリをかっ飛ばす ET 的な冒険家も最高だし、まあ、その子供たちの佇まい表情も最高だしね。本当にあのね最後列車のあのシーンも泣いちゃうんですけどね、本当にね、なんかこう映写機にこうキスをするほどに映画に恋をしたサマイ君のように映画に初めて触れたときめきみたいなものが、僕自身のが映画に初めて触れた時のときめきみたいなものを思い出させてもくれるし、これまで以上にあ映画っていいな、映画好きだなっていうふうにも思えるっていう、本当に素敵で大好きな映画でしたね。あとインド行きたいなって思いました。本当に素敵な街だなというふうにも、思いましたね。ということでエンドロールの続きもこれも最高の映画ですね。皆さんぜひ機会ありましたら見ていただければと思います。本当にこれはいい映画でございましたね。はい、続いて少女は卒業しないという映画ですね。これに関しては僕はあの過去に映画のレビューをですねあの投稿してます。結構長々と喋ってるレビューがございますので、詳しくはそちらを聞いていただいてという感じなんですね。でまああのでもやっぱこれ見た直後よりもこう思い返したりとかする時の方がより味わい深くなったかなという印象はあります。
とはいえですね、今自分のメモをちょっと見返してるんですけど、まあまとまってない文章が長文ブワーと書いてあるのでまあちょっとぜひ皆さんこれに関してはあの動画をご参照くださいということで、次行っちゃいましょう。続いてはですね、ヒトラーのための虐殺会議です。これはですね、いわゆる、ユダヤ人を、計画的に抹殺する、最終的解決っていうふうにね、言われている行為、ですね、アウシュビッツのホロコーストとか、それに関することなんですけど、要するにこうユダヤ人めちゃくちゃいるけど、これどうやってどの部署が処理するのみたいなことを会議するわけです。ヒトラーのための虐殺会議で、こちらの映画はですね、いわゆるこう12人のイカれる男的な感じの、会議のみをこう描いた作品で、音楽もかからず、その一つの建物内の他の部屋とかは出てきたりとかするんですけど、基本的にワンシチュエーションもの的な感じのソリッドシチュエーションの映画でございます。これね、先ほど言ったように内容が内容のこともあって、もう映画としては僕素晴らしいと思いました。大変よくできている映画だなと思って、面白かったんですけど、面白いという言い方が正しいのかわかんないですけど、ただそのよくできているがゆえに見終わった後の気持ちは最悪でしたね。本当になんかその倫理とか人道的にっていう言葉がものすごく最低な前提の上に語られていくわけですよ。いや、それって人道的にどうなんですかっていう人がいても、その人が言う人道的っていうところのその人道の人の中にユダヤ人は入ってないんですよね。そういう感じでもなんかね、そういうのがね、すごく事務的に淡々と会議の中で進んでいくんですよ。これもどうか悪い冗談やコントであってくれって、思いたくなる。でもこれが、事実なわけじゃないですか。実際にアウシュビッツのホロコーストは、行われたわけですから。で、これね、何が悔しいって、この会議めちゃくちゃ建設的で、なんなら職場としてはちょっと働きやすそうというか、ものすごくいろんなことが効率的に進むんですよね。もちろん部署ごとのマウンティングみたいなのもあったりしますよ。うちの部署はこれだからこうだよみたいなマウンティングはあるんですけど、いや、日本のあの会議、特に旧体制とした会議ってこんなちゃんと物事進まないんじゃないみたいないつ終わるか分かんない会議みたいなことがダラダラ続いてたとかするじゃんみたいな。だからそのそういう意味でこの打ち合わせ会議ものとして 会議としてはすごくこう、淡々と計画的にというかね、進んでいくあたりもそこがまた怖くもあるわけですね。あの人類史に残る最悪な商業なわけじゃないですか、そのアウシュビッツホロコーストっていうのは。それが例えばこう悪いことしてやろうみたいな悪意ではなくって、非常に計算され尽くされた果てに行われたことだっていうのがむちゃくちゃ怖いし、憤りも覚えるしっていう。で、こう程度は違えど、なんかその組織ごとの倫理観でいろんなことが決まっていくことって現代特に日本とかでも全然あることだと思うんです。それって客観的とかアウトサイダーからしたら、それを間違ったことなんじゃないのっていうのが、いともたやすく何か謎の倫理観で決まっていってしまうみたいなことって、例えばこう人を殺すとかにならないにしてもよ、何かもっとなんかお金のことであるとかも含めて。だから今後の題材がその、ね、ヒトラーのための虐殺会議ということで、そのアウシュビッツの件に最終的には行くわけですけど、でも全然人間が根本的になりうる姿でもあるかなというふうに思います。それこそね、あの関東大震災の時の日本人が行った、朝鮮人の、虐殺とかもあったわけですから、なんかね、そういうこう、何か間違った方向に進んでいってしまうことってなあるよなっていうのは非常に思いましたね。ヒトラーのための虐殺会議、なかなかに不快な気持ちになる映画でございましたけど、でも無視をしてはいけないなという内容でもありますので、見てよかったなというふうにも思っています。続いてバビロンです。こちらデイミアン・チャゼルですね。ララランとかセッションとかファーストマンとかの
デイミアン・チャゼルの新作ということで、1920年代のハリウッドを舞台にして、映画がこうサイレント映画からトーキーという大人のある映画に変わる、そのちょうど境目みたいなところを描いた映画でございます。で、僕ね、チャゼル大好きなんですよそもそもなので、あ、そのチャゼルらしい映画だなというだけで、まずそこにガン上がりするわけですけど、デイミアン・チャゼルの映画ってね、そのなんかこうすごくパーソナルなものを描く映画が多いというかね、ファーストマンもそうだし、セッションもそうだし、ラ・ランドもそうだし、すごくこう、一個人の話に集約されていく、個人もしくは二人とかと主人公だけにこうフォーカスしていく。んで、バビロン、この映画ね、すごい平たい言い方をすれば映画愛というものを描いているんですけど、でもその中にある個人、もしくは個人のエゴみたいな、結局そういうパーソナルな熱みたいなものを感じさせる作りになっていました、このバビロンは。やっぱりチャゼルの映画だなというふうに、思いましたよ。で、先ほど言ったように映画っていうものを常に形を変えていっているということで、陶器映画の登場によって映画の形っていうのは大きく、激動の時代を迎えたということで、例えばね、それまでサイレント映画だったら字幕が出てたわけですよ。こうね、皆さん多分見たことは、メトロポリスとか、ね、見たことあるかもしれないですけど、字幕が出るわけですね。それを書いてた人がいるんですよ。字幕師さんがいたわけですけど、陶器映画になると字幕はいらなくなるので、字幕師さんのお仕事はなくなるわけですね。みたいに映画の形が大きく変わると、それまでの常識が変わるわけですから、役者もね、ちょっとこう必要とされているスキルっていうものが変わっていくし、雇用の形も変わるし、で、見られ方も変わりますよね。お客さんが何をもってして面白い映画だと思うのかみたいな部分も変わってきたりとかするっていう。で、これって、全然今の、例えばそのもう配信で映画を見るという文化が台頭してきた今の時代ね、だって、ね、もう巨匠が超立派な映画を作れるのがようやくネットフリックスだったりとかするわけじゃないですか。ネットフリックス、Apple TV だったりとかするわけで。そういうふうに、こう、映画っていうものの、こう、変化の大きさで言えば、それこそ陶器映画が出てきたぐらい、今ってすごく作られ方も見方も雇用もいろんな環境が変化している時代だと思うんですよ。だからこそ、こういう移りゆく時代っていうのがあるからこそ、先ほど言ったエンドロールの続きもそうだし、僕がこの翌月見た、3月に見たフェイブルマンズもとかもそうでしたけど、あとノープとかもそうですね。去年のノープとかもそうですけど、やっぱこう映画史っていうものを再度見直す映画が多いのは、やっぱりその映画っていうものの形が変わってきているよっていうことに対する何かだと思ったりもするわけですよね。だからすごくバビロンとかエンドロールの続きとか、ノープとか、そういったものが大体同時期にやられていることの意味っていうものもね、こう並べて考えるとまた面白かったりとかすると思うんですけど、そのこう移りゆく時代っていうものに、これに取り残されないようにもがく人、ブラピが演じている人とかもそうですけど、もしくは時代を超えて残り続ける映画っていう存在、取り残されないようにする人と残り続ける映画という存在っていうものをまた、描いているこのバビロンという映画、特にラストの畳みかけ、なんかは特にそれを描いてますよね。俺という人間はもう、例えば映画界からは退きました。昔あの輝かしかった映画の世界に僕はいたけど、もう今はいないから、じゃあ俺のいた時代っていうものは無駄だったのかって、いや、そうじゃないよねと。昔から脈々と、最初の動く馬と言われる、最初のノープにも出てきた動く馬から始まって、例えばリルミエール兄弟が出てきたりとか、いろいろいるわけじゃないですか。メリエスが出てきたりとか、キャメロン・ディアスのアバターがあったりとか、はたまた TikTok、先ほど言ってる YouTube、TikTok とか、Instagram で、なんでもいいんですけど、そういう、映画、ひいては動画っていうものに、脈々と続いてきた大きな歴史があるわけですよね。形を変えながら。最初は、風景してか撮ってなかったものに物語が宿って、でそこに音が宿って、色が宿ってとか、特撮技術が宿ってとか、いろんなものがこう組み合わさって ILM ができて、で例えばアバターというものができてとか、マーベルシネマティックユニバースとかもありますよみたいな感じで、映画っていうものが今もあり続ける中の一パーツに
まあ、パーツって言い方するとちょっとここは失礼かもしれないですけど、この歴史の一部に自分がいるんだっていうことを再確認し、自分がこの世に存在していたことの事実を映画を通して教えてもらうというか、うん、まあこれ映画に限らないですよね。例えばネットフリックスでもドラマになってる火花とかね、あそこでも売れなかった芸人とかっていうものはじゃあ意味ないのかっていうと、いやそういう人たちがいて今のお笑いがあるんだよみたいな話が出てきたと思うんですけど、まあ、それと同様ですよね。一瞬間にしか、歴史の中で見れば一瞬かもしれなかったけど、でも自分たちがやってきたことが昔から続き今も続いている歴史の中の一部になっているんだっていうことが、どれだけその勇気づけられるかというかね、なんか僕すみません、僕何言ってるか分かりますかね今そういう意味ですごくバビロンはこう何でしょうね、グッときましたねはい。でやっぱりですね、まあチャゼルのその映画でデイミアン・チャゼルの映画ですから、映画全体のテンポ感、まあ、ビートといいますかね、そういったものも最高にいいし、あとやっぱりねララランドのあの美しいハイウェイの上で長回しで撮った美しきオープニング、あれを何倍も下品にし、そして何倍もより複雑にした本作バビロンのオープニングにはやっぱりぶっ飛ばされました。うーわすーごい、これワンカットだわみたいな。であとはね、映画前半でものすごい迫力とスケールで映し出されるこう映画撮影をしているっていうシーンが出てくるんですけど、まあ、人数的な規模感はもちろんのこと、こう立ち込める煙とか、そこに差し込む太陽の光とか、ね、ブラピが手前で喋ってる奥に抜けに映ってるだけなんですけど、もうそこのなんか規模感とか、あとそれこそ太陽のちょうどいい位置に差し込んでいるなとかも含めて、もうそれこそ劇中で太陽が沈む、やばいその前に取り切んなきゃって焦ってたりとかするわけですけど、まさにその絵を今バビロンという映画この絵を撮るのにそれぐらい頑張んないと撮れないんじゃないぐらいの手の込んだショットっていうのが連発するので、もう単純に映画力としてやっぱ超強いっていうのはありますよね。まあ、チャゼルの映画毎回見てて思います。気が遠くなります。これどんだけリハーサルして太陽の角度の時間スケジュール組んでその通りにやってこったこっす。うわーってなるっていう。はい、本当思うっていう感じでしたね。はい。あと後半ね、本当にこんなに劇場暗くなることあるっていうぐらい、もう暗闇の中を進む悪夢的シーンみたいなものもあったりとかして、そのあたりもすごく面白かったですね。はい。好き嫌いはね、当然分かれるかもしれないです。僕はこれ嫌いになれないし、今のこの時代、バビロンという映画があったっていうのは、映画史的にもすごく重要な作品になったんじゃないかなということで、僕はこれ映画館で見てよかったなというふうに非常に思っている作品でございます。はい。というのがバビロンでした。続いてがアントマン&ワスプクワントマニアです。まあここまでね、先ほどのエンドロールの続きもそうだし、まあバビロンもそうですけど、まあいわゆるこう王道映画というか、その昔ながらの映画みたいなものがメインで語られてきた映画に対して、まあそれと対極をなすと言っていいのがこのアントマン&ワスプ&クワントマニアもシリーズの一つであるマーベルシネマティックユニバースっていうのは、まさにこの映画のエンターテインメントの形みたいなものを大きく変えた一つというか大きなパーツではあると思うんです。この MCU というのは、それこそそのフランチャイズ化することっていうことがユニバース化っていうかね、することであるとか、まあもうそもそも僕覚えてますもん、全然アベンジャーズ初めて見た時の12年とかでしたっけ。でまだ僕確か中学生とかだったと思うんですけど、ね、異なる映画が全部つながってて、で、アスファルってこれすげえなみたいな感動しましたよ。僕全部マーベルシネマティックユニバースの映画は全部映画館でリアルタイムで見てきているので、常にそれと一緒にね、僕確か小学4年生か5年生の時に最初にインクレディブルハルクを見たので、で、今は僕社会人5年目とかですからね。僕の10代を一緒に歩んできたシリーズですね。マーベルシネマティックユニバースっていうのは、だから一概にその映画史に対して悪い影響を与えたとかは言いたくないし、それによって進化したものっていうのはたくさんあるわけですから、僕はマーベルシネマティックユニバースをこれからも愛し続けていくわけですけど、そんな中のこの、アントマン&ワスプクワントマニアですけど、
まあ、世間の評判あんまり芳しくないものも聞いたりしますが、僕はこの映画大好きですね、本当に。で、まあ、そもそもの僕の MCU 作品に対する期待値みたいなところで言うと、あのね、なんか、インフィニティウォーとかエンドゲームとか、それこそ、その後の、スパイダーマンのファーフロムホームとか、それこそ、去年のノーウェイホームとか、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスとか、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズ、ブラック・パンサー、もうとにかく映画史的名作と言ってもいいぐらいのハイクオリティ作品、あ、キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャーもね、っていうものがめちゃくちゃ多いじゃないですか、まあ、MCU 作品って。だから、みんなまひってるかもしれないんですけど、ぶっちゃけそこまで映画的に上質な作品ばかりではないのが僕は別に MCU だと思っているんです。たまにさ、それこそね、あのインフィニティウォーエンドゲームとか、あの辺は集大成だからああいう感じだったし、でそれぞれの作品僕は全部面白いと思ってます。全部面白いし全部好きなんですけど、あのハードルは上げすぎなんじゃないですか皆さんみたいな全部が全部最高傑作ドーンじゃないよ MCU みたいなこともあったりとかするので、割と僕は新作映画を見に行くときは MCU の、あの普通に平均より面白ければもう大丈夫みたいなぐらいの感覚で行ってるんです。その意味で全然アントマン&ワスプクワントマニアはあの普通に超面白い映画だったと思うんです。でもちろんそれまでのアントマン1作目、アントマン&ワスプその2作目のねとかのよにあったアントマンらしさみたいなものは後退してると思います。もちろんね、そのサイズギャップコメディみたいな、小さくなることとか大きくなることによって生まれる、サイズギャップコメディがこの作品の魅力だったというふうなことで言えば、このクアントマニアはもう宇宙でもよくないみたいな世界観に行って、それこそその大きくなったり小さくなったりとかもするんだけど、比較になるものが非現実的なものばかりだから、果たして今これアントマンは大きいのかな小さいのかなって一瞬混乱したりとかするとか、まあ、そういったところはあったりとかするので、まあ、いわゆるアントマンらしさみたいなものを求めていくとちょっと違うかもしれないのはあるんですけど、僕はこの作品にはこの作品ならではの魅力がすごくたくさんあると思っています。まずはやっぱりその宇宙でもいいじゃん的世界観の量子世界なんですけど、まあ、ちょっとこれレトロ SF っぽいじゃないですか、この宇宙、ここに出てくる量子世界って。で、まあ、もちろんそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがある種のレトロ SF 風で、まあ、スペースオペラですけど、いうものをね、あのこの前のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3でもやってたりとかしましたけど、なんかこう、ストレートに宇宙で、このレトロ SF をやるよりは、例えば量子世界とか、もしくはドラマ版のロキもね、あれすごくレトロ SF っていうか、昔の SF 小説の表紙みたいな景色があったりとかして、僕興奮したんですけど、まあ、ロキのあの、時間警察的なあの空間みたいな、宇宙とは違う異空間の方が、ああいうワンダーなレトロ SF 映像みたいなものをストレートにできるんじゃないかなっていうふうにも思うわけでございます。宇宙って割とだからそのロマンみたいなものを持ちにくくなってると思うんです、今って。割とリアル宇宙みたいなもの。そこをね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがすごいバランスよくやってるとは思うんですけど、ここまでクアントマニアほど突飛なレトロ SF 感みたいなものがいけるのはやっぱ量子世界だからじゃないかな、というのも、まあ、僕は思ったりとかはしますね。見たことね、クリーチャーとか自然現象とかいっぱい出てくるのはまあ超最高だし、目に楽しいですよね。あとあの赤いトロトロの子がね、こう走るとき手をゆらゆらして歩く、走るんですよ。もうめっちゃ可愛くて最高でした。はい。で、あの乗り物も生き物っぽかったり、生き物の乗り物に乗ってて、あの生き物の背中に人が乗る。で、あの乗る部分がああだから、じゃあ発着場の形はああだよな、みたいな、その量子世界ならではのインフラみたいなものが見えてきているとかが、そういうところが僕はやっぱスターウォーズ好きとしては、この世界ではこういうふうに生活しているんだな感が見えてくるっていうのは、すごいツボなので、そのあたりもすごく良かったと思っていますよ。はい。で、まあ、先ほど言ったように、サイズギャップ感とかがよくわかんねえやとかみたいな不満ももちろんありはしましたけど、そんなことどうでもよくなるくらい、やっぱりスコット、ホープ、キャッシー、あとはハンクとジャネット、あの家族の物語っていうところには、やっぱり涙せざるを得ないですよね。やっぱキャッシーを演じてるキャスリン・ニュートンさん、あの、ザ・スイッチとかね、あの、名探偵
ピカチュウとか出てた、ニュートンさん、まあ、素晴らしい。大好きになりますね。やっぱファンになっちゃう。困ってる人が見捨てられない、困ってる人がいたら見捨てられないっていうね。自分に人を救う力があるんだったら、それを使わないなんて耐えられないっていう、まあ、それこそティーンヒーローらしい衝動だったりとか、っていうところにもやっぱり、グッと来るし、例えばね、俺らには関係のない戦いだって言われても、それでも戦いは起きてるわけじゃん。っていう、その真意を食った発言なんかは、見てるこっちもハッとさせられましたね。で、それこそ、いや、俺と関係ねえじゃん、っていうことって世の中にはいっぱいあるけど、世界で困ってる人すげえたくさんいるのに。でも、現実に困ってる人はたくさんいるわけだから、何か自分ができることがあるんだったら、やりたいじゃんっていうのって、すごく、それこそ今だからこそ刺さるセリフだったかなというふうにも思っています。でね、自分の復讐心で世界を征服し、戦争を仕掛ける独裁者っていうのが敵で、で、自分たちの生活や故郷って、あと自由を取り戻すべく立ち上がる、そこの住民たち。まあそういう物語も、必要も嫌おなしに胸は熱くなるし。で、そういう、いろんな場面とかディテールに、ここが好き、あそこが好きっていうポイントたくさんあるんです。家がそのまま乗り物になるみたいな、ああいう、生き物でっていう。あれもすごい良かったしね。あるんですけど、特に僕は可能性の嵐っていう展開が一番好きでした。ああいう概念とか時空間の歪みみたいなものを映像化してるっていうのがね、僕大好きなんで、ああいう表現も大好きだし、まあワクワクもするしね。で、その先の父親としてのスコットの、まあ、人間性みたいなものにもやっぱりほろりとさせられますよね。うん。で、やっぱりヒーローなんだけど、スコットのいいとこってヒーローなんだけど、なんか今回で言うと、例えばカーン、てめえ、俺約束守っただろうけって、門切り飛ばしながら来る、あの感じ、ごもっともですって、切れ方をする感じとかが、すごく人間臭くて好きなんですよ。だから本当に、ね、もうどんな失敗続きでも、決して腐らない男、スコットランド、もう俺大好きだなって、やっぱ改めてあのシーンとか見て思いましたね。で、まぁ、ちょっとないものねだりではあるんですけど、せっかくスコットたち5人、家族5人がみんな変身できる状態でいるわけですから、やっぱ戦隊ものみたいに横並びでね、アントマンファミリーみたいな感じでずらっと横並びしてくれたら、もう僕がもう今年ベストっていうぐらい好きな映画だったかなという感じでございます。でもたまにね、やっぱり僕特撮好き、特撮ヒーロー好き並みとしては、海外のヒーローものとかアクションものに、いや、そこは揃って変身してよとか、ちょっと物足りなさを感じることは多々あるのでね。僕あるあるなんですけど。で、その映像的スケール感みたいなものは、まあ、量子世界に行っている分、全2作とやっぱ比べ物にならないぐらい大きくはなってる。話の規模も大きくはなってるんですが、見終わった後のいい意味で深く残らない感じ、なんか軽い感じで帰れる、あの感じっていうのはアントマンらしさっていうものがちゃんとあるんじゃないかなというふうに思っていて、はい。全然見終わった後、俺は今アントマンを見終わったわっていう感じになりましたよ。その辺はやっぱり揺るがずアントマンでしたっていう感じで、全然大好きです。はい。これからもスコットには頑張ってほしい、はい、って感じでございました。そして最後ですね、今回最後お話しするのはエンパイア・オブ・ライトでございます。監督がサム・メンデスですから、007スカイフォールとかのね、サム・メンデスでございます。オリビア・コールマンが主演で、マイケル・ワード、コリン・ファース、トビー・ジョーンズとかいろいろ出演されております。映画館が舞台の映画なので、てっきりその映画愛爆発的なね映画かなというふうに思ってたんですけど、全然そんなことなくって、あくまでその、なんだろうな、映画愛みたいなものがメインで語られるんではないんですけど、でもしかし確かに映画があったから救われた人がいるっていう、そういう描き方なんです。そのね、絶妙な塩梅がたまらなかったですね。やっぱサム・メンデスは映画めっちゃうまいっていう。オリビア・コールマンも本当素晴らしいですね。例えばその人と違うことに、その周囲からの視線に苦しんでいた人々っていうのは、たくさんいるわけじゃないですか。そういう人が、ひとたび映画館に入って映画を見れば、映画上映中は皆さんスクリーンを見てるわけだから、誰も自分を見ていない。その安心感、なんか映画館が人の心の拠り所になるゆえんっていうものの一つの理由っていうのが、また一つ分かったかなという感じがして、なんかね、この、一応映画っていいよね的映画の中でも、このちょっと低体温な感じはすごく好みでございました。はい。で、そこで働く従業員の、ね、方たち、みんな人間臭くて大好きだし、僕ね、初めてコリン・ファースという人にですね、てめえこの野郎って思ったっていう。
コリン・ファース僕の中ではやっぱりいい人イメージがあったので、今回演じてる役がねすごいいい感じに嫌だったんで、もうてめえこの野郎って初めてコリン・ファースに思ったっていう、そんなちょっと記念すべき映画でございました。エンパイア・オブ・ライト、そんな感じでしたね。はい、ということで、今回はですね以上9本のお話をしました。まあ、ただ喋るだけというラジオコーナー、もしねこれからももし好評ならこれからも続けて、まあ、全然まだ3月4月とありますから、なかなかね動画で扱うにはちょっとむずいけど、でも語りたい映画みたいなものもあったりとかするので、その辺のお話もできたらいいなと思っております。ということで皆さんもですね僕が今回扱った作品、まあ限らなくてもいいですけど、今年こんな映画超面白かったよみたいなありましたら、ぜひコメント等で教えてください。高評価とチャンネル登録も忘れずお願いいたします。ではまた。